皆様、皆様、こんな感じで始まってまいりましたが、さあ、こっからですよ、こっからですよ。ぜひ、こう、皆様の、なんかこう、思いをシェアしていただきたいな、なんて思うんですけど、準備はよろしいですか？ なかなかね、なんかこう、大勢の前って言うとあれかな、伝えるっていうのは非常に難しさもあったりすると思うんですけど、ぜひぜひ、みんなに伝えるって言っても、やっぱり世の中って結構ね、黒い部分もあったり、なんか純真すぎるピュアな部分もあったりするので、どう伝わるかがわかんないので、ぜひ、皆様の将来のお子さんとか、将来お子さんを、サポートしてくれる方々とかに、なんかどんな、思いを伝えたいかなっていうふうに、少しこう伝えたい人を限定して思い描いていただくと言葉が出やすいかなと思うので、そんなふうにしてみたいななんて思うんですけど、さあ、どなたから私の思いを伝えていただけますでしょうか。じゃあ、まず、私、これ、直接伺ったことがないので、私自身もすごく興味があるところなんですけども、やはり、障害児キッズモデル、我が子を障害のあるキッズモデルとして登録するってことは、やはり自分の子供には障害がありますよっていうのを、まあ、言い方悪いですけど、世間に晒すわけで、それって、この子にとって本当にいいことなのかなとか、将来、この子を傷つけてしまうんじゃないかなとか、そういったいろんな不安があったかもしれないのですが、修也ママはいかがでしたか？やっぱりちょっとは悩んだというか、やっぱり私自身は、あまり隠し事とかをしたくないし、あれ？この子供って障害児なのかなって悩ませてる時間とかがすごく嫌なので、いや、実はちょっとこの子、まあそういうのがあってねっていうふうに自分から伝えるようにはしてるんですけど、まあ、それは私の思いであって、私の子供がそう思うかっていうのはやっぱ別のところだなっていうふうにね、思うんですよね。でもやっぱり、まあ私の子供、修也っていうんですけど、修也に障害があるっていうことはやっぱり隠そうとしても隠せないし、消えない事実なので、だったらやっぱりそれを、修也自身も前に出して、それを個性として生きてもらいたいなっていう、まあちょっとした親のエゴだったりもするんですけど、修也にも障害者っていうことを前向きに捉えてもらえたらいいなって思って、で、まあなんだろう、そうやって障害者であることを私もまあ伝えていこうっていうふうに思えたんですよね。で、やっぱり、障害者っていう枠で募集してることってあんまりないっていうか、ほとんどないじゃないですか。やっぱり世の中でこう募集してることは何かができる人。当たり前、世の中で当たり前にできてることがさらにできる人を募集してたりとかが多いけれども、やっぱり今回障害者っていう枠で募集、障害者モデルということで募集があったので、なんだろう、自分の子供が障害者であって、かつモデルということだから顔も出していく。こう、特定の、なんだろう、匿名性がある何かとかではなく、本当にもう個人として表に出していくっていうことでね、募集があったと思うんですけど、やっぱり自分の子供にも、今は5歳なので、そういう責任を持ってとかはもうもちろんできない時だけど、やっぱり大人になっていく上で自分自身が障害がある、でもあるけれども責任を持って動きたいっていう、こう気持ちを子供が持ってくれたらいいなって思ったりして、まあ、なんかそんなのも含めて今回こう障害者モデルとして登録、いろいろ悩んだけれども、ちょっと修也本人にも相談してみたりしたけど、まあ何言ってるか分かんないのか、いいよくらいな感じで、返答は来て、もういいよって言ってるなら、やってみようって思ってやってみました。なるほど、そっか。修也ママは、まあ、障害児キッズモデル活動、花開くでの障害児キッズモデル活動を通じて、どんな未来を作っていきたいですか？やっぱり、障害者っていう、まあ、言葉自体もそうですし、やっぱ障害を持ってる子自体に、
やっぱりまだ偏見がある世の中だなっていうふうに私自身は感じるんですよね。で、やっぱり終夜が生まれる前は、私自身も偏見まではいかないけれども、やっぱりちょっとこう、気構えだったり、一つちょっとこの、心構えをしてから障害について話したりとかするような感じだったので、やっぱり自分が障害児を持つ親になって、初めて、あ、こういうことって、気構えて話すこととかじゃなくって、あ、本当に例えば、今日朝ごはん何食べた？みたいな感じで、こう、気軽に話せるようになったらいいなっていうふうに思うんですよね。なので、やっぱりその、将来的に、未来にと言ったら変ですけれども、障害を持つ子に対して、偏見なく、やっぱり気構えがなく話せるようになってくれたらなって思うし、逆に障害がある子も、私が障害を持ってるっていう心構え、気構えがありながら生きてると思うんですけれども、そういうのがない、もう本当に性格の一部として、世の中の人も受け入れてくれたらいいなっていうふうには思っています。いや、ありがとうございます。本当に私も本当にそういうふうに思ってまして、やっぱりまだまだね、やっぱりまだまだね、その障害のある子、うちの子障害があるんだっていうのちょっと、あってなんかこう、やっぱ触れてはいけない。うん、それ以上聞いちゃいけない。ね、そうなんですよね。こちらから話したので、むしろこう、それについてもっと知ってもらいたいって思いで言うんですけど、やっぱり一般社会的にはね、あ、触れてはいけないんだっていうふうになって、こう、すごく気まずくなっちゃったりとかすることもあるんですけどね。うん、でもやっぱり、そこを、もう例えば、この間、オーストラリアに住んでる人がおっしゃってたんですけど、オーストラリアも以前はそんな感じで、障害者と、が身内にと堂々と生きるっていうのが難しかったらしいんですけど、やっぱりお母さん方が立ち上がって、オーストラリアの社会を変えて、今では本当にうちの子障害があるんだって言っても、あ、そうなのみたいな感じで、なんかこう、ね、私左利きなんだと同じぐらいな、うーん、みたいな、それでみたいな。で、孔明さんがお住まいのオランダでも、やっぱりそういう、こういう風土らしいので、他の国でできてるのであれば、日本でできないことって絶対にないと思うので、一緒に作り上げていきましょう。ありがとうございます。